表座敷前より、中門、正門を望む中条古殿は、琉球王国の王政史の邸宅である。聖史殿とも言う。正門琉球王国の王政史は、中条紛りを祭地としていたので、中臼公子と呼ばれ、その邸宅は中条御殿と呼ばれた。ここから転じて、中条王子その人も、他の御殿頭主と同じように、主に話し言葉で、中条御殿と呼ばれるようになった。 中城御殿は、最初首里城へ至る綾城大道に面した県、沖縄県立首里高等学校の敷地に、昭法王時代に創建された。1870年、流部下北側に新たに建設されることが決まり、1873年、春高、1875年完成した。新しい中宮宿御殿は、敷地約3000坪、建物は約800坪あった。 廃藩地検事の首里城を明け渡し後は、琉球国王が中城御殿へ退去してその本邸となり、なお公爵家の東京移住後は、沖縄におけるなおや本邸となった。1945年、沖縄戦により消失し、多くのなおや伝来の宝物もその後の米軍略奪に遭い、現在まで行方不明となっている。戦後は、琉球政府立博物館。 五・沖縄県立博物館の敷地となり、2007年、新県立博物館へ移転のため閉館した。2012年、博物館跡地に中条御殿が復元されるとの報道がなされた。中条御殿にあった多くの名をや伝来の宝物は、戦時中敷地内の側溝を等に隠して、戦火を免れたが、戦後その多くが軍港で、税関検閲官をしていた。 カール・スタンフェルト米海軍中サラによって略奪されて、米国へ持ち出された。オモロサウシや琉球国宗エズなど、一部発見、変換されたものもあるが、スタンフェルトの死後、彼の家族によって、1977年、200点余りがオークションに売りに出されるなどして、王冠、五号へ、湿器類など数十点が、未だに、行方不明となっている。 2000年の沖縄サミットを機に、中城御点から持ち出された、王冠、秘弁服、午後へ11点は、盗難品として、連邦捜査局の盗難美術品リストに登録された。中城御点を復元へ、旧県立博物館後沖縄タイムス2012年1月27日。ありがとうございます。